さあ、ラジオもどきやっていきましょう。またしても録画が途中でぶつ切っちゃいましてね。そこはもう撮り直ししました。気づいちまったので。はい。で、今回のテーマ、もうこれ実は2回目なんですけど。2回目ってことは少々、饒舌に喋れるかもしれないな。フェーパスについて。フェーパスというのは、ファイアーエンブレムというゲームのアプリ版、ファイアーエンブレムヒーローズにおける新しい課金プランについてですね。まあその内容については置いといて、まあソシャゲについて喋った方がいいのかな。ここは最近新しいアプリとかがなかなか出てこなくなった気がするというか、 FF とかドラクエはブランドパワーでゴリ押ししてくる感じありますけど、それ以外はあんまないので、もういよいよもって皆さんも永住するアプリを見つけて他に移らなくなってきたんじゃないかなって、こう。うん。それゆえに、その今までと同じガチャ一辺倒だと、ユーザーが離れてしまう。なので、まあ継続して遊んでもらうための定額プラン。それが、いわゆる今回におけるフェーパスなんじゃねえかなと思いますが、はい。まあ、そのガチャとかってなんかたまに糸切れません？うん。何やってんだろうなっていう。モチベーションが下がる時期っていうのはどうしてもあるし、そこでなんか、爆死したり、なんかアップデートで不快な要素を押し付けられたら一気にさよならっていうのもある話で。その点、買い切りって、なんか、解約し忘れとかで延々なんかオート課金しちゃいません？姑息ですけどね。あ、ちなみにマリオカートツアーで私やらかしましてね。3ヶ月ぐらい払っちまったのかな。体感それぐらいいっちゃいましたね。はい。で、その元々遊んでるユーザーさんってそのアプリ内におけるアイテムの相場を知ってると思うんですよ。だいたい100円でこんだけできるよねみたいな。って考えたら、あ、この定額プランだったらいつものレートに比べてお得だし、まあ月額決まってるからこれぐらいはやってもいいかなみたいな、うん、そういう感じの。フェーパスに関してはいろいろ豪華だったんですよね。初期キャラがスキンが新しくなって強化されて使えるようになる、うん、新しく強くなるっていう二大特典に、巻き戻し機能が多少使える。対人戦では無理だけど、うん、と自動周回。これね、自動周回を導入してるかっていうのがすごい最近重要な気がします。オートあるのないのみたいなね。うん。まあオートに関してはどうなんだろうなという気もしますが、まあやっぱね、めんどくさい時にこう手動を迫られるとすごい嫌ですよね。めんどくせえってなります。素材だけ欲しいのになーみたいな、すげえ時間食う、やーめたってなる要因の一つだと思いますけど、ただこれに関して楽にするっていうのがいい方向に進むのかどうかは私は分からんのですよ。うん。先ほども言いましたが、ソシャゲにちょっと慣れてきたということは、まあ、実際のところソシャゲって結構同じことを繰り返すアプリということですよね。ってなってくると、そういったちょっとしためんどくささ自体が実は醍醐味だったりすることもあるわけですよ。いや、めんどくさいですけどね。めんどくさいめんどくさいと思ってるけど、でも実はそこが良かったのかもしれない。良いっていうか、なんというか、もうそれすらないみたいな。うん。まあ、モンスターハンターとか、昔言いましたよね、確か。ラジオもどきで。あの、バグ技があって、お金が無限に手に入るバグがあったんです。モンハンにおけるお金って、なんか素材を集めて作るもんだから、武器とか防具とか。お金に関してはめんどくさいだけじゃねえか。と思って私はバグをフル活用したんですよ。そしたらめっちゃ面白くなくなっちゃったんですよね。なんか結局同じモンスター同じ風に切りかかって装備作って繰り返すだけじゃんみたいになっちゃって、それがきっかけでモンハン離れがそこで始まっちまったのかもしれないな、今思ったら。うん。だからその面白くないことが面白いみたいなこともあったりするんですよ、多分。だからもしかしたらこの新しい課金プランがさらなるユーザー離れを引き起こす可能性があるわけですよ。なんかやらなくていいめんどくさいことが
ほぼなくなるってことは、心の底からアプリ自体がどうでもよくなってしまうという可能性ね。うん、永遠ってことはないですからね。うん、っていうのをなんか感じさせるというか、うん、これからねえ、あと何年ぐらいこのソシャゲの波が、ニコニコ動画とかもなんか終わる終わるって言われてて案外終わらなくて、でなんか気がついたら YouTube になんか勢いすげえ取られたんで、うん、結構面白いですよ、その数年前を調べると。なんだかんだ動画はニコニコの方が面白いみたいな、うん、そういう意見がいっぱいある掲示板とかもなんかまとめとかであったんですよ、まとめとかで。うん、まあ今となっては信用できないぐらいの、うん、流れですよねお前持ってんだろみたいな、あるんだよ。うん、まあなんだかんだアニメとか見るときはニコニコのコメント欲しかったりしますよね。あれ、そういえばポケモンってまだ配信やってたっけ。そう、アニメポケモン、なんか最近ランキングで見かけない気がするけど、有料プランになっちまったのかな。私の、そうか、今ニコニコランキングを自分で作れるんですよ。ポケモンが省かれちゃってるかな。まあ後でちょっと確認しに行きましょうか。はい、まあちょっと話が脱線してしまいましたけど、フェーパスについてはまあ知らんけど、ソシャゲの流れが最近少しずつ収束に向かってるんじゃないかという予測ね。うん、まあよくコンシューマーと比べられますけど、ソシャゲのガチャに課金するぐらいだったらゲーム機本体うんたらかんたら、まあ実は全然別物だと思うんでね。うん、何が来るだろうね。ソシャゲが終わったら次コンシューマーが来るかって言ったらそうでもねえと思う。うん、また新しい何かが始まるんですかね。うん、まあ、ちょっとその辺は楽しみですけどね。全く新しい文化、いずれ私もついていけなくなる時期が来るかもしれない。うん、ちょっと寂しいけどね。という話をしたところで、特にオチもないんだけど、終わりましょうか。はい、まあ、買い切りプランはね、あの解約するときは早めにしましょう。はい、結構私もいろいろなアプリでね、月額払い続けちゃったことあるんで、というガチ注意をしたところで、うん、今回は塵も積もればなんだよ、それこそ。うん、マジでうなぎ1回分ぐらいは、うな重1回分ぐらいね、玄太くん激おこですから。はい、うなぎのためにもうな重のためにも、不要なアプリの月額サービスは、そう、今残ってる方がいましたらね、今やめておきましょう。では終わります。ありがとうございました。